山雅治がハマり役だった作品ランキング。俳優、ミュージシャン、写真家など多彩な顔を持つ福山雅治さん。今回は福山さんが出演した作品の中でハマり役はどれだったかを11,685名に聞きました。早速10位から見てみましょう。第10位、集団左遷。スーツ姿が素敵、意外とハマっている。福山さんが顔芸をやってくれると思わなかった。こんなかっこいい銀行員見たことない。10位に新作の集団左遷がランクイン。初回視聴率も 13.8% で好発進でした。第9位、ホームワーク。尖った感じが当時の福山さんのイメージにぴったりだった。革ジャン着て髪の毛はセンター分け、この役が忘れられない。このドラマを見て初めて福山さんを知ったので印象深い。第9位のホームワークは1992年に TBSK でオンエア。主演は唐沢俊明さん、清水美沙さん、浦江明子さん、そして福山さんの4人の恋愛模様を描いていました。第8位、パーフェクトラブ。チャラい役が似合っていた。大好きなドラマ、かっこよくて何度も見た。この時代は軽い男の役といえば福山さんだった。1999年7月からの月9で主演を務めた作品。相手役には木村佳乃さん、友人役にはゆうすけサンタマリアさんでした。第7位、いつかまた会える。ラストの電車で号泣、これ福山のみのなせる技。福山さんのドラマがハッピーエンドじゃないなんてと印象に残っている。最終回の長回しは福山一世一代の名シーン。いつかまた会えるは第8位よりも古い1995年の月9作品。主演の福山さんを筆頭に桜井幸子さん、大塚寧々さん、椎名桔平さん、ドラマに出始めた今田耕司さんという豪華俳優陣。第6位、美女か野獣。ちょっとチャラくてカッコマンの役がハマる。明るい雰囲気のラブストーリーが合っている。松嶋菜々子との掛け合いがぴったりだった。2003年に放送された美女か野獣が第6位。テレビ局のニュース番組を舞台に福山さんと松嶋菜々子さんが共演という話題作でした。第5位、るろうに剣心。師匠感がすごくありかっこよかったから。佐藤健くんの師匠が福山さんだなんて最高だった。彦清十郎がこんなに福山にぴったりとは思わなかった。第5位は映画るろうに剣心伝説の最後編。佐藤健さん主演で大ヒットシリーズに福山さんがどの役で出演するのか当時話題に。佐藤さんの師匠という役で出演されました。第4位、そして父になる。新境地の役だったと思う。大抵はいい役なのにこれは結構歪んだ父親役だったが、やっぱり上手。ちょっと冷たい役でしたが新鮮さがあった。第4位も映画。カンヌ国際映画祭審査員賞を受賞した2013年公開のそして父になる。出生時の子供取り違えを知った2つの家族の物語。大きな悩みを抱える父親役でした。第3位、龍馬伝。顔も声も龍馬役がハマっていた。この大河ドラマで役者の幅を広げたと思います。歴史上の人物であり、彼の俳優としての演技力が最高に発揮された。第3位は2010年の大河ドラマ龍馬伝。坂本龍馬役で大河ドラマの主演を果たしました。第2位、一つ屋根の下。何年経ってもこのイメージが強い。ドラマだとちー兄ちゃんのイメージ強い。役の個性と内容があって素敵だと思います。第2位は懐かしの一つ屋根の下。やっぱりちー兄ちゃんでしょうの声を多くいただきました。あんちゃん
小雪とチー兄ちゃんを演じた福山さんのモノマネをする芸人さんも多いですよね。第1位、ガリレオ。癖のある学者がよく似合っていた。なんといっても湯川先生、かっこよかった。ガリレオは福山さん以外考えられません。第1位はガリレオ。湯川教授は2位の作品を大きく突き放す圧倒的な支持でした。作品もさることながら湯川教授のキャラクターも魅力あふれ、2007年の第1シリーズでは視聴率 20% 超え、2013年の第2シーズンも 20% 近くと、どちらも高視聴率ドラマ。以上、福山雅治がハマり役だった作品ランキングでした。あなたが印象に残っているのはどの作品でしたか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。